あなたは大丈夫管理医療士国家試験対策講義を始めますよろしくお願いします今回は糖質について解説します管理医療士国家試験では栄養素の消化・吸収・代謝が出題されますこの内容は人体の構造と機能及び疾病の成り立ち食べ物と健康 基礎栄養学そして臨床栄養学など多くの分野に関わり覚えづらい項目です今回の学習では糖質をざっくりと覚えていきましょうまず糖質の定義についてですそもそも糖質とは何でしょうか糖質とはアルデヒド基か ケトン基を持った多アルコールの総称です。この丸丸基とは特定の原子のつながり方を表しています。つまりはその化合物の特徴を指します。このさまざまな特徴から物質は分類され、糖質も同じく分類されます。糖質の場合は。 アルデヒド基を持った糖質をアルドース、そしてケトン基を持った糖質をケトースと言います。次にアルドースとケトースの具体例を解説します。アルデヒド基を持った糖質であるアルドースにはグルコースとガラクトースがあります。グルコースは和名でブドウ糖と言います。 ケトン菌を持った糖質であるケトースはフルクトースと言います。和名でカトーとも言います。このように糖はアルドースかケトースに分けられます。また糖の分類の方法には、それぞれ糖質に含まれる炭素の数から分ける分類方法もあります。今回紹介したグルコース、 ガラクトース、フルクトースはそれぞれ6つの炭素を含んでいることから、ヘキソース6単糖と言います。糖質は糖の中に含まれる炭素数によりトリオース3単糖、テトロース4単糖、ペントース5単糖、そしてヘキソース6単糖などに分けられます。次に さらに糖質の分類について解説します。糖質のうち、これ以上加水分解できないものを単糖類と言います。いわば糖質の最小単位が単糖類です。単糖類には先ほど紹介したグルコース、ガラクトース、フルクトースが単糖類に含まれます。 次に二糖類について説明します。二糖類は2つの単糖がグリコシド結合した糖質を言います二糖類は丸トースラクトーススクロースそしてラクツロースの4種類を覚えておきましょう先ほど紹介した単糖を分かりやすく記号で示しますグルコースを丸ガラクトースを三角 フルクトースを四角で表して書きます。二糖類であるマルトースは、グルコースとグルコースが結合した糖質です。また、ラクトースはグルコースとガラクトースが結合した糖質です。そして、スクロースはグルコースとフルクトースが結合した糖質です。 最後にラクツロースは、ガラクトースとフルクトースが結合した糖質です。このうち、ラクツロースは人工的に合成された二糖類で、医薬品として、肝硬変での治療や慢性の便秘薬として使われます。ラクツロースに関しては、生化学の分野で出題されず、臨床栄養学の中で医薬品として出題されますので、 合わせて覚えておきましょう。最後に多糖類について説明します。多糖類は、単糖類が多数グリコシと結合した糖質を言います。多糖類には、アミロースやセルロースがあります。アミロースもセルロースも、グルコースが多数結合した糖質です。違いとしては、アミロースは、 アルファ一音グリコシド結合で結合しており。人の消化酵素で消化することができます。一方セルロースはベータ一音グリコシド結合で結合しており。人の消化酵素では消化することができません。最後にまとめです。糖質はアルデヒド基かケトン基を持った高アルコールの総称です。 糖質は何気を持っているかによりアルドースとケトースに分けられます。また糖質は糖質の結合の有無や量により単糖類、二糖類、多糖類などに分けられます。そして単糖類は炭素数により3単糖、4単糖、5単糖、 六担当などに分けられます。糖質の基本的事項なので。さまざまな分野で。基礎知識として必要です。しっかり覚えておきましょう。動画の視聴お疲れ様でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。